マレック・ベルカ、マレック・ベルカ、1952年1月9日隊は、ポーランドの経済学者、政治家。現在は、同国の中央銀行である、ポーランド国立銀行の総裁、元首相、全国際通貨基金、IMF 欧州局長。1952年1月9日、ポーランドのウッチ県ウッチで生まれる。1972年、ウッチ大学で、 経済学士号を取得。その後コロンビア大学やシカゴ大学で学んだ。博士号を取得、助教授を経て1994年に教授になり、それ以来ウッチ大学での経済学の講義を担当した。また、1986年からは、それと並行して、ポーランド科学アカデミー経済研究所にも参加し、1993年から1997年の間には、 所長も務めた。1978年から1979年と1985年から1986年、コロンビア大学及びシカゴ大学で勤務した後、1990年にはロンドンスクール・オブ・エコノミクスに短期間務めた。1990年から1996年まで、ポーランド財務省と世界銀行の顧問。2002年に、 ポーランドの習慣シップシェグロントがローマ教皇や政治裏方の実力者を含めて100人の最も影響力のあるポーランド人をラッキング発表しベルカ副首相財務省は第5位に選ばれた。またベルカは財政理論及び開発途上国における反インフレーション政策などを主なテーマとした学術論文を100本以上表している。また、 マクロ経済とミクロ経済の問題における専門家でもある。ベルカは政界での活動を開始した時から民主催欲連合の協力関係にあった。財務省顧問や相談役に就任したのをはじめとして、旧民営化省や旧中央計画局で勤務し、1990年に本格的に政治活動を開始。 同時に、ポーランド財務省と世界銀行の顧問に就任。1994年から1996年には、社会経済戦略委員会の副議長、さらにクファシニエフスキ大統領の下で、大統領業顧問も担当。1997年2月には、チモシェビチ政権下で、前任のグジェゴシコートカに代わり、副首相権財務大臣に任命された。 従来の支出規模ではこの先財政破綻は免れないと主張、無駄遣いを改めることが自国経済の金融市場での信用と政府財政の持続可能性を高めることになるとしてかなり思い切った倹約的プログラムを導入し、緊縮財政を進めた。1997年の総選挙で民主左翼連合が敗北したことを受け、その年の10月に 他の全閣僚と共に辞職。2001年10月、ミレル内閣において、再び副首相兼財務省に任命される。しかし、民主左翼連合の中からは、ベルカが社会支出の削減及び何かと批判の多い新税、いわゆるベルカ税と呼ばれ、個人投資の加熱を事前に防止する目的の20%のキャピタルゲイン税導入の意向を発表したことで、 2001年の選挙で同党が不利になるとの非難もあった。2003年の国家予算を決定するにあたって、ベルカの主張する方法ではかえって税収が落ち込み、社会支出の削減や、雪だるま式に増大する国家債務の減少が不可能であると主張する、いわゆるゲげオのミレル首相や他の閣僚とベルカとの間に亀裂が生じ、2002年7月に財務省を辞任。 しかしこうには辞任理由は個人的な問題ということになっている。イラク戦争の終結後の2003年6月から10月までイラクを事実上管理する連合国暫定当局 CPA の国際調整評議会議長を務める。2003年11月から2004年4月までは暫定当局において経済政策局長を務め通貨改革や 新しい銀行システムの構築、イラク経済を管理する公共監督機関の設立を担当する。2004年4月、前任のミレル首相の内閣が総辞職を決めると、後継首相として大統領指名を受けた。5月2日にミレル首相が辞任し、クハシミエフスキ大統領から首相に正式に任命される。五月十四日にベルカは就任演説をしたが、 今後の財政政策の方向性をめぐって緊縮派と揚げ潮派が激しく対立していた国会では、そのどちらでもない見解を持つべるかは、信任を得ることができなかった。その後、ポーランドで、いわゆる第二の手段と呼ばれる制度、大統領が指名した候補者が国会で不信任となると、今度は国会に候補者指名の権利が移るにより国会は新たな候補者を探したが、 誰も擁立することができなかった。これにより、テクノクラート人から財政政策に関する助言を受けた、クファシニエフスキ大統領は適任者は、ベルカしかいないとして6月11日に再びベルカを首相指名した。6月24日、国会は236対216でベルカを承認した。その後、ベルカを反対する勢力から不信任動議が出されたが、 10月15日に国会は再度ベルカ内閣を234対214で信任した。2005年にポーランド第3共和政所代首相であったタデウシュ、マゾビエツキなどの仲間と共にテクノクラート的な中道政党民主党 .pl、p d d e m o k、ok、r a c i p l を結成し大幅な財政改革を訴えて選挙に臨んだ。しかし、 直後に行われた国会の任期満了による解散総選挙で民主党 .pl の得票率は2.5%と比例代表制の足切り、得票率である5%に届かなかったため、ベルカは落選することになった。国会では経済政策で上げ潮派の政党、法と正義が中心となって与党を形成した。法と正義率いる連立与党による2年の 政治的混乱を経て行われた2007年の解散総選挙では、経済政策で緊縮派の民主党 .pl ほどではないもののある、程度財政規律を重視の方針と、社会政策においては、穏健な保守主義の方針を取る市民プラットフォームと、ポーランドの民党が連立政権を作ったため、口述のようにすでに国際機関へ転身していたベルカと、 自国政界とのパイプが修復される子になった。このことは2008年の世界金融危機の際には、ポーランドにとって大きな助けとなった。ベルカの政治家としての最大の功績は、2001年の2度目の財務省を務めた時代に遡る。ベルカは国の財政赤字の上限、キャップを決め、その上限を超えた場合に、世界のどの国でも財政難の際よく起こる。 政治的な混乱を招くことなく、自動的に緊縮財政の政策を発動する、いわゆるビルトインスタビライザーである、ベルカアンカー。ベルカの怒りを世界で初めて導入したこと、経済学の分野や金融界においてはあまりに有名である。これには、国の債務が国内総生産、GDP の55%を超えた場合に付加価値税、バット率が、 自動的に1%上昇することなどが含まれる。ベルカアンカーは当初、ベルカルールと呼ばれたが、最近の経済学では、ベルカアンカーという呼び名の方が定着している。これは、ベルカ自身が最初の財務省を務めた時に行われた1997年のポーランド憲法改正の際に、憲法の条文に盛り込んだ財政赤字の上限に関する内容を、さらに具体化したものである。 ベルカンカーは国家債務の対 GDP 比60%のレベルがポーランド憲法に明記されており、さらに会の法律、憲法よりは改正が容易でより厳しい対 GDP 比55%が規定されている。これにより国の累積債務が GDP 比55%に達すると自動的に増税や歳出削減が行われ、これに関して 国会の決議を必要としない。この、すでに約10年間続いている制度は、国の財政改革における政治的混乱や、政策当局の裁量的判断による、経済学上の誤彙を避けるために非常に良い方策で、あるとして、ヨーロッパで、高い評価を得る。近年になって、ドイツがポーランドを見習いこの制度を導入した。物静かながら人を和ませるウィットに富んだ受け答えを、 することと、経済学に詳しくない一般の人々にも分かりやすい、例えを用いて、経済を解説することで知られる。ベルカと同様に国内外で広く尊敬される、経済学者であっても、興奮すると、専門用語を多用した技術的な話に夢中になってしまう熱血感のレシェクバルゼロビチや、まとをいた、短い発言を、さっと言ってことを済ます傾向のあるハンナクロンキエビチ。 イコールバルツとは、この点で大きく異なる。ベルカは、通貨ユーロの早期導入の推進者であるが、それにはポーランドが十分に準備をすることも必要で、あると主張し、ユーロ導入というのはアウトバーンに乗るのと同じで、あなたが速い車に乗ってれば、早く走れるものですよ。と答え、ポーランドとユーロ圏との金利差により、十分な準備もなくユーロ導入をすると、 金利の高いポーランドに資本が殺到してバブル業に陥る危険性を指摘している。議会のとある委員会で税か非かの2択の質問をされて、質問者にはっきり言ってくださいよ、イエスか能と、と言われ、ベルカは即座にイエスか能、と身にとぼけた返答をしたこともある。 ある国営企業の民営化をめぐってその企業内部のスキャンダルの問題が持ち上がったとき、ベルカが家中の人物と以前から面識があったことで、国民に対しベルカがあたかもこの人物を通じてこのスキャンダルに直接関わったとの印象操作をしようとした野党側の質問者に対し、ベルカはこう答えた。私はジェニファー・ロペストだって友達なんですが。だから、 今回のその人物と面識があるからといって私がそのスキャンダルに関わったかのような物言いをするのはおかしくないですかジェニファー・ロペスのスキャンダルが発覚したら私がそうスキャンダルの相手なんですかこの時のベルカの発言は本題と関係ないところでメディアの好奇心をかなりそそったようで当時これがかなり大々的に報道されたほか2010年にベルカが ポーランド国立銀行の総裁に就任した前後にも、ポーランドのメディアは、ジェニファー・ロペスの友達は、ポーランドの中央銀行の新総裁候補、ジェニファー・ロペスの友達は、ポーランドの中央銀行の新総裁と騒いだ。2005年の総選挙の後は、政界から距離を置き、ヨーロッパ屈指の経済政策通として2006年より、国際連合欧州経済委員会、 ニーズの議長を務めた後、2008年11月に国際通貨基金 IMF のヨーロッパ局長に就任した。もともとテクノクラート肌で左右の統廃式があまりなく、性格も非常に温厚で攻撃的なことを言うのを嫌がることなどから、当然ことながら有権者からの支持は得づらく政治家としての人気は今一つだったものの、その強力な経済理論、実務力、 実行力でない外の有識者からは政治経済学の専門家として幅広く高い評価を得ている。ベルカは IMF のブログサイトである IMF ダイレクトを通じ世界の人々に自身の見解を頻繁に発表している。2008年の世界金融危機では IMF の実務上のトップである欧州局長として自ら人頭指揮をとりエストニア、ラトビア、リトアニア、 ハンガリー、ウクライナ、アイルランド、アイスランドなど経済構造が脆弱な欧州諸国、及び世界各国の信用収縮の危機を乗り切ることに成功した一方で、その当時総需要喚起を目的に金融緩和や財政拡大を推していた勢いに対しては、それはかえって危険な結果を招くとして毅然と反対の立場を取った。ポーランド中央銀行総裁に就任する直前まで、 主に、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、イタリアなど、南ヨーロッパ諸国の財政危機への対処に、奔走していた。2010年6月、ポーランド国立銀行の総裁に就任した。これは、大統領代行で、次期大統領候補のブロニスワフ・コモロフスキの発案。ベルカは特に政治的な左右の偏りを持たない、学者肌の人物でその実はポーランドでは党派を超えて、 広く信頼されているため、連立与党の内中道右派の市民プラットフォーム、ポト、野党の内中道左派の民主左翼連合、SLD が、積極的に賛成した。コモロフスキ大統領代行が、ベルカを押すのは、自分個人の意見でありどの党派の影響も受けて、いないとして、正式発表を行う前にベルカ推薦を、ツイッター、ツイッターでつぶやいて、私的に発表したとは、 世界の政治において画期的であると言わざるを得ない。ポーランド国立銀行総裁は大統領によって指名され議会の承認を経て就任する。コモロフスキ大統領代行と同じ政党である市民プラットフォームに所属するドナルド・トゥスク首相は大統領代行から事前には一切の相談がなかったので、この人選には党派的な思惑はなく純粋に ベルカの能力を評価した結果であると述べ、ベルカ支持を表明した。2010年6月10日の政務、会議会において、都市型中道右派の市民プラットフォーム、プラットフォアマウビアトルスカ、ポト、中道左派の民主左翼連合、ソジャスルイシー・ディーモクリタ・イッチネホ、SLD を中心とした、253対184の賛成多数でベルカの就任が承認された。 連立与党の一部を構成する、農村型中道右派政党のポーランド国民党や、野党第一党で、右派政党の法と正義は、ベルカの実力に依存はないが、次期総裁は6月20日に予定されている、大統領選挙で、新しい大統領が選出されてからにすべきだ、として、議決では反対に回った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。